こんにちは、えー、と沖縄県の名護市から来ましたがなはまさ子と申しますえ今日は日本の心を大切にする党のタウンミーティングに参加させていただきましたえん、ー、と本当にたくさんの方々に来ていただいて沖縄のお話を直に聞いていただいて本当に素晴らしい機会を頂戴して大変感謝申し上げます、えー、今日は、えー、私は私沖縄から来たんですけれどもやっぱりあの 西村真子先生もおっしゃっていたように我々がこういうふうに日頃あの楽しいひとときを過ごしている間に、まあ、自衛隊の人とかわずか30分のうちに。 8回も F15 の戦闘機が発進していったりだとか本当に我々が住んでいるこの日本がですね今、平和っていうのが錯覚に過ぎないのかなって思ってしまうほどこの沖縄と今日こちら来た神戸となんか様子が本当に同じ日本でも離れていればわからないもんだなっていうのをすごく実感しました。 今日いろいろと取り上げさせていただいたんですけれどもやっぱり一番、まあ、いろんな基地問題とかもありますが、まあ、一番その大事かなと思うのはやっぱり我々沖縄県民が日本人でそして沖縄の人たちも一緒に日本を良くしていくという気持ちでいる人がたくさんいるということをぜひ多くの人に知っていただきたいなと思っております。 まあよく沖縄といえばもうなんか日本の問題児みたいな感じの, <laughs> あの扱いというか小長知事がやりたい放題するもので沖縄はもう日本から出て行ってしまえばなんてそういった投げありなことを星の人でもたまにまあ聞いたりするのでそれが非常に残念に思いますしそういうふうに思うのが工作を進めている人たちの思うつぼであるというのをまあ皆さんに まあ、いろんな形でまあ、お話をさせていただきたいなと思っております。えっ、ー、とまあ、私も勉強しながら、こういう活動をさせていただいて、もう本当に応援してくださる先輩方のおかげであると本当に思っております。まあ、やっぱり私はま左、あの人たちをまあ、批判もするのも大事なんですけれども、プラスもっと人間を大きくして、あの何て言うんでしょう。改心公正。 <laughs> したいなって <laughs> あの我々の活動とか話を聞いて思ってくれるようなあの器の大きい人間を目指して修行をしたいと思っておりますのでどうかあの人間力をつけるご指導を全国の皆様お願いいたします。えー、沖縄のがなはまさこでししたたありがとうございました